産特別報告として昨年債務反対運動の歴史と現地からの問題提起と題して昨年債務訴訟原告団事務局長山田博彦さんから講演をいただきます。山田さんは私たち組織ネットが毎年行っている六ヶ所村現地視察ツアーでも常に同行いただき現地の反対運動リーダーとしておなじみです。ではよろしくお願いします。では核燃サイクル訴訟の訴訟原告団の山田からです、青森の今回のタイトルが大変、厳しい注文で日頃やってないことをですねやらされて鎌田さんも帰りましたけど鎌田さんの話をだいぶ盛り込んでおりますのでいなくてよかったですそれで、実は今日高レベルの輸送がありましてイギリスからの船が着いて今朝仲間が現地に行って受講1週間ということをやってますが青森県庁の方の前では、いわゆるですね戦争法案の反対運動もなかなか6カ所に行けないというです、ね、運動が激化すればするほど問題が起きてくるのかなという気がします。ということで今から核燃サイクル反対運動の歴史まあ、これは1984年以降の話です。その前の状況も含めてなんでこの青森県にこの核のゴミが集中するようになったのか、まあ、先ほど鎌田さんからも要約されたお話がありましたのでそれをもとに皆さんの頭の中にまだ残っているところからですね始めたいと思ってスライドを作りました。で後半の方は晩さんがだいぶ核燃の問題やってくれたので私はさらっと流すだけにしようと思っています、まずは核燃サイクル訴訟一番首相原告団3つの方針があって、市民運動、裁判活動と政治活動ですね。で市民運動は皆さんがやっていることとほとんど同じことであります。で裁判活動においては裁判を通じて情報公開をある程度効果結果を得てきたと。でここに、いわゆるその安全審査の中身について今やったら安全審査じゃなくて過去の安全審査によってどういうことがあったのかということをですね調べている過程でウラン濃縮の方は出てきませんでしたがこの低レベル廃棄物と高レベル廃棄物の審査の過程において、申請者から出された資料が膨大にありました。それが審査する段階では口頭でやり取りするから資料はないと言ってきたんですが科学技術庁が携帯を変えるときにですねいや実はこういう資料があったということでラップに大体まあ3段ぐらいのラップのものが出てきてそれを公開させたということもありますしまた裁判活動を行う上で、証拠保全ということで立ち入りをさせていただいて、まあ低レベルと高レベル最初の方には私も現場を検証しているということであります。で今年はですね残念ながら六ヶ所村の菊川さん昨年は村長選に出馬して今年は村議選に出て残念ながら26日に落選をしています。でこの時は無投票当選という可能性があったんですが新人が処理ポツッと出て、落ちてしまいました。それから青森県知事選挙過去において青森県で知事選挙があった歴史も後で紹介しようと思って作ってきました。今回は時間がないので割愛しますが一番大きな争点になったのが核燃選挙と言われた反核燃の選挙でしたけれども1991年の2月3日の選挙で金沢さんが24万7929票を取りました。でそれ以降反核燃の候補の票がどんどん減っておりましたけれども今回大竹さんが三村知事の一騎打ちということで12万7525これはおそらく3.11 の事故以降のですね反核燃の票の動向ということで増えたというふうに私たちは評価していますし、先ほど街頭での署名行動なんかを行っていてもこの知事選挙を起きる前でありますと行われる前ですと投票お願いします署名お願いしますと言ってもなかなか署名してくれる人が多かったんですがこの後になって街頭をやりますとですね、
署名版はどこにありますか、どうすればいいですかという形で結構反響があって、今もそういう形の1000万署名の取り組みでも数が増えているという状況があります。それから皆さんから見て青森県の社会的環境で、まず、名産地でありますリンゴとホタテを除いてねぶた、この辺は皆さん常識でしょうけども、あと低農薬野菜ですね、生活クラブの方々はこういうところで、食料、北海道も含めてですね、皆さんに提供しているところなんですが、あと過疎地ということから出稼ぎ地帯、そして原子力施設の立地が集中しているのが現在の状況で、この原子力施設の立地が集中しているところが下北半島でありまして、青森県にとってこの下北半島はですね、どういう位置づけであったかということをまず頭に入れていただきたくて、この資料を作りました。で、青森県を大きく3つに区切って、津南部というのは米どころです。米がたくさん取れる、リンゴも取れる。で、南部は八戸もありますから、工業地帯と漁業と畑先ですね、この辺は黙っていても栄えるわけです。問題は下北半島です。で、先ほどから寒い厳しい山瀬があるということで、物が作れないということで、青森県で一番ですね、青森県だけではどうしようもないというところから手こ入れができなかった開発というものがありました。そこで、どうしてもその国の開発を欲しいということで、さまざま手がけてやってきたものがありまして、それが失敗した結果、原子力施設の集中という形になったということも頭に入れていただきたい。で、中身はですね、これは鎌田さんの本と、あとインターネットで今調べたところでありますが、1962年代、この辺から、いわゆる国のテコ入れが入ってきて、天才というのは砂糖大根ですね。これで製糖工場が完成する。で、畑作もしたところがすぐに工場閉鎖で、理由はですね、海外から買った方が安い、それから無数製鉄の設立もあって、2年後にはもう頓挫しています。これも調べてみると八甲田の方から砂鉄を取ってきて無数で製鉄をするという膨大な計画で、これで南部鉄道とかも用意されたんですが、結局これも頓挫で、理由もですね、海外から鉄を買ったのが安い。で、三沢には、飛行場ができるくらいの広い場所があって、そこに稲作奨励で全部が開園したというところがあります。これも、完成した途端にですね、減反政策で作付け禁止になりまして、今でいうと汚染感、それから、そういうようなものがいるということですね、保護地域になっています。で、そこに出てきたのが結局69年の陸奥丸開発計画、新前線に取り組まれたもので、先ほど鎌田さんが述べたところですね、割愛しますけども、第一次オイルショックの段階、この段階に行くまでに6カ所もらって大きな反対運動が起きました。ところが第二次陸奥丸開発計画は、一次の方で反対計画が起きた理由はですね、この時は6カ所もらの人がみんないなくなると、昔からいた人がみんな追い出されるということで反対運動が起きました。で、六ヶ所村っていうのはミサイルより歴史が古くて、今言っても江戸時代の墓があるくらい古い場所です。ありますから、三沢はだいぶ戦後の町ということなので、それに比べれば昔からいる人たちが追い出される、これはけしからんということで村を挙げて反対運動が起きたのが第一次オイルショックもあって頓挫しました。で、この時の陸奥丸っていうのは、陸奥市から青森県の小川原湖の水を使って八戸近辺まで広い土地がですね、皆さんいなくなってほしいという場所になって、野辺地という陸奥湾の方にコンビナートを作るというので、下北半島の根元を区切って海からタンカーを入れるという大変膨大な計画で、これは成功しませんでした。で、第二次になった途端にですね、これは開発面積の広さもだいぶ縮小されて5000ヘクタールということで、しかも6カ所村の中の戦後開拓で入った方がほとんど占めている場所が狙われて、第二次陸奥丸開発計画、これはだいぶ小さくなりました。でもその後、用地買収はさっき言ったようにですね、開発で苦しんだ、開拓で苦しんだ方々が
まあ、なんとかお金をもらえるということでどんどん売っていくようになってしまって、国家石油基地というのが来ました。つまり石油コンビナートは無理だということで国家石油基地が来たんですけども、漁業権をこの時に売ってしまったということで、大変買う方にすると、ムツノワレ開発用地を買う方にすると海とそれから土地が両方手に入る大変好条件な条件がこの段階で整備されてしまったというところに、来るわけですね。で、下北ではもう一つ原子力施設の立地状況についても運動も様々ありました。で、原子力潜伏というのが1960年にありまして、東通り原発の用地買収、核燃サイクル施設、大間原発、物中間調査施設、だんだん念を追っていきますけれども、まずこの原子力潜伏はですね、もともとは、神奈川の方に作る、5校を作るはずでしたけど、そちらで断られて、翌年もう6カ所の山市、物の方に来ると。で、しかもこれは青森県知事が動いて、竹内という人が動いてですね、取り決めをしたということがあります。でこれも合意に持ってきて最終的には廃線になってしまいましたが、東通り原発の用地買収についてももう1973年に完了してますが、これは東京電力が10基、東北電力が10基という広大な用地であります。そういう場所をですね、もうこの段階で完了しています。で、大変申し訳ないんですが、私この頃になると全然運動に参加してなかったし、私も後で東京で知ってる人などはですね、いや東通りの原発反対運動に私たちは行きました、6カ所までバスで行ってそこから歩いて行ったんだという話もよく聞いたんですが、後で聞かされましたけど、このような状況であります。で、核燃サイクル施設については一応立地表明、これは県議会、電協議会というか決議官じゃないんですが、そこで北村知事がそろそろ受け入れていいんじゃないかと言ったのがこの4月9日、それ以降私たちは反対運動で、毎年毎年4月9日ですね、 4.9 の集会を開いていく。で、あと大間の原発に関しては1985年、まあ核燃サイクル施設でプルトニウムができるということと同時にですね、ほとんど大間原発の ATR という建設計画が了承されて、一旦はこの計画で来ましたが、10年経って現在のフルモックスの原発の方に変わっていきました。で、あと6つの中間貯蔵施設、ここは東京電力とそして日本原電という会社の使用済み燃料を受け入れる施設ですが、これは最初にと関連しているということでなっています。まあ、このようにですね、来ています。で、反対運動の歴史ということでいきますと、私もここはあまり詳しく調べてきませんでしたが、原子力潜伏に関しては陸奥湾のホタテ漁師がですね、退去して反対をして、陸奥の怒りに自分の船の親綱を縛り付けて出航させないという運動を一時期やりました。ところが台風が来るという時になって、まさか出航はしないだろうということで、それぞれの港に帰っていったらその日に出航したということで、まあ、逃げるように出航してですね、まもなく中性子線を漏らして、それから廃線への道にこうして走っていくという歴史があります。で、この頃は漁業者が退去して反対運動をしていました。もちろん労働組合の人も反対していたわけですが、主にこの時に漁業者が反対しましたけど、この漁業者たちはですね、核燃サイクル施設の方に行きますと陸奥湾の漁師はほとんど反対の声を上げなくなるということがあります。あと東通り原発に関しては漁業者が一時反対の声を上げたんですが、後になってあれは漁業保証のお金をもらうためだということをですね、自らマスコミに表明するなど、その先ほどわざわざ東京からですね、東通りに通った人たちの心を傷つけるような発言を平気でしているということでありますが、このような状況です。しかし計画は今後で言いますけど成功はしています。あと核燃サイクル施設に関しては住民投票条例の要求をですね、労働組合などがしまして、とりあえず10万人ぐらい、いわゆる核燃のような危険なものは住民投票で決めるべきではないかということで、10万人を目標に半個の必要な記名式のですね、要求をしました。で、これは1984年以降の、総票の運動として取り組みをしたんですが、この段階で10万人達成する前に
北村知事はもう早々と受け入れを表明してしまって、その後住民投票条例の10万人の達成がなされて、提出された時には棄権されたと、認められるか、まあ、議会にかけられてもダメだったということです。でこの頃はどちらかというと労働組合、そして農業者などが反対運動に立ち上がったという記憶がありますけれども、特にチェルノブイリの原発以降、今は1位が入ってますね、イが抜けてます。チェルノブイリ原発後は菅野農業者が決起しました。というのは青森県で、原発の運動というのは現地の運動であったり、原子力戦物に関しては、まあ、県民的な関心が高かったんです。私この頃高校生だったんですけども、それからすると核燃サイクル施設というのは何かわからない、原発でもないしということでですね、あまり関心が持たれない、反対運動が県内的には大きく持たなかったんですけども、チェルノブイリ原発後になってくると津軽の農業者が決起しまして、それで、各農協でですね、環境で反対決議を得るなどということが、核燃反対の決議をするなど、今までのいわゆる農業者というのはどちらかというと自民党の票田でしたから、その方々が反対運動に立ち上がったこと自体が、大変珍しいことであったと同時にですね、その結果、なんと参院選で農業者出身のですね、村会議員が当選してしまう、青森では考えられない逆転劇になりました。でここで、農業者が決起して、なんとか、まあ、青森を変えようと 50% を超える投票で当選しましたから、このまま知事選で勝ったらなんとかなるだろうというところで行ったんですが、残念ながら知事選で敗北をして、それからはだんだん農業者がですね、徐々に運動から離れていって、今農業者で反対運動してる人っていうと何名いるかなっていう話になってきますけど、そんな状況です。だから青森の運動でこの頃にもし知事選で勝ってれば、私たちはこういう運動しなくて済んだわけです。で大間の原発に関しては、一時大間原発の今立ってる場所の地権者もですね、だいぶ反対をして、で私たちは、一つ墓地主の会として土地を買ったり、それから地権者の方々に反対を維持するようにお願いしてたんですけども、大間で生きていく上で地権者の方々が圧力をかけられてですね、どこどこで仕事があるけどお前どこの土地を売ってくれなきゃダメだと言って、だんだん切り崩れていって、最後に残ったのは熊谷麻子さんの土地であります。でもう村八分増田で、まあ、お兄さんが熊谷麻子さんの息子さんは漁師をやっていましたけども、それはやってましたけど、麻子さんが集中攻撃を受けて、反対している場所から立ち退いて、なんとか売ってくれないかという圧力がずっとかかってたんですが、それを乗り越えて、今でもこの土地は残っています。そして原発の方は熊谷麻子さんの土地から200メートル足らずのところに炉心を用意してたんですけど、さすがにそれではダメだということで、炉心を動かしてですね、現在地のところに今建設中ですが、進捗率は30数パーセントが維持されている。これも熊谷麻子さんがそういう反対運動を貫いた結果であります。であと6つの中間貯蔵施設においては、現地で住民投票条例の制定を求めて運動しまして、これも議会にかかりましたが、市議会で否決ということで、それぞれの地域でですね、こういう運動が行われてきました。で、今日は核燃の話なので、核燃サイクル施設の経緯についてもう一つ別な観点からお話をしますが、一応立場上、私たちの年表で考えていきますと、1984年の1月4日の党日報に、核燃サイクルが青森県に来るかもしれないという新聞記事が載りました。でここにある3点セットですね、3点セットが受け入れ、に向けて、1984年のうちにそういう計画が出るかもしれないという新聞記事がありまして、4月以降に青森県下北半島のどこかにこの3点セットを作りたいんだけどということで立地要請をしたのがですね、電気事業連合会、電力会社がそのまとめになって、沖縄電力を除いてですね、電気事業連合会がそのまとめになって、ここに3点セットを作りたいということで、
話があって、それで私たちは、私たちの先輩がその住民投票条例とかさまざまやった。ところが、北村知事と山内伏木知事が生きているうちに残した本を見ていくと、どうも84年以前に宇都小河原開発用地があってですね、なかなか成功しないで失敗したと、これではまずいということで、次の事業を国家石油備蓄の次のものを狙っていた北村知事にささやく声がありました。核燃3点セットのうちの一つ、再処理工場はどうですかという話が最初に来たそうであります。これはいついつ来たとは書いてないんです。こういう流れで書いています。そうするとこの段階で北村知事は核燃再処理工場というのは危険だということで、一旦はこれはダメだと、他のものを受けたいで調べていくと、岡山県で行われた人形峠のウラン濃縮工事もどうもうまくいってるじゃないかということで、今度は北村知事の方からウラン濃縮工場はどうですかという話をしたそうです。そうするともう一人の方が受けた方が、実はそこに低レベルも含めて3点セットでどうでしょうって話になって、これでうまくいったという話がその本には書いていました。それから1984年以前にその話が決まっていて、それからですね、来るわけです。立地要請。だから立地要請の段階で北村知事はもう受ける時期十分。だから青森県でこの話ができてきて、下北半島のどっかで東通りかもしれないと言ってる時にも、6カ所で来ることに決まっている出来レースの説明会が様々あって、で最後に意思表明したのはこの県議会全員協議会です。ここは決議機関ではない。だから北村知事が受けるよって言っても本当はダメなんだけど、青森県は自民党が圧倒的に多いのでこれで受けてしまって施設の受け入れを表明したことになって今の現在になっている。大変恨みのある話です。だから表向きの歴史と裏向きの歴史、裏向きの歴史がなかなか解明されていませんが、そういうことで初めからもうあったということを改めて私たちは意識しなければいけないところに来ています。でもう一つは、もしこういう状況で初めから表向きの歴史じゃないところで物が決まっているとすれば、今先ほどここで3点セットと言っています。グラン濃縮、そして最初に定例で、この後高レベルが来まして4点セットになって、 MOX は新しく申請されて、5点セットになりましたが、今一番皆さんが廃炉にしろ、原発は廃炉にしろと言って求めた時に出てくるものはないかというと、実は余裕深度廃棄物という、ある程度深いところでなきゃダメだという廃棄物があります。でこの研究も今、6カ所では推進されています。でされているんですが、ついこの間の委員会で、管理期間はどのぐらいなのか、私たちには300年ぐらいでいいんだと、低レベル、現在のテーブル300年管理で、余裕深度も300年管理と言ってたんですが、深い場所に埋めるから大丈夫。ところが、田中悟の委員会ではこの前10万年ぐらいは必要だよねって話を妥結しました。だから300年がいつの間にか10万年に変わるようなんですね。そういうものも本当はどうもこの頃にも決まっていたということを考えると、この裏の歴史で決まっていることがこれからどんどん実現されていくだろうということを私は懸念するわけです。ですから表向きだけ見てるとわからないことがたくさんあります。それから青森県で位置づけとして、もう一つさっき言ったものと別にですね、国民保護法というのは皆さんあって守られていくわけですが、ミサイル防衛の要とされています。でこれはですね、もう初めからこの国民保護法を作る段階で、実は集団的自衛権をですね行使することを容認している状況がありました。集団的自衛権、今いろいろ言われてますけど、もうこの段階、国民保護法の段階で、このミサイル防衛は何のために作るのか、青森県を守るためでもない、日本を守るためでもない、アメリカのレーダー、ね、守られながらアメリカを守るということが一番の基本にあります。今ここに島があります。でこれ向こうが出した資料です。
レーダーを配備してここが発射するミサイルが着弾するのに10分で済みます。まあ、青森県で10分で着くと思ってください。その時にじゃあどのぐらいでこちらに飛んでくるかが分かるかというと3分、だからどこに7分でさあ逃げなさいって話になるわけです。でもこれはここでそのためにここにあるイージス艦で撃ち落としますよ、ね、ハレのように飛んでいくミサイルをハレのようなミサイルで撃ち落とせますよということでこの体制を作りますということですが、これは日本で考えるとたった10分ですけども、アメリカに行くのを考えればかなり長い時間がアメリカには準備ができる時間があるわけで、で日本に撃つだけのミサイルではなくて他の国に行くのも撃ち落とす体制を作っていこうということで用意してますから、もうアメリカのものを守れるということです。たまたま、青森県だけでこれが守れたはずなんですが、フィリピンの方に宇宙ロケットが飛んでったら X バンドレーダーに引っかからなかったということで、今京都の綾瀬に急に作ってですねいるわけですが、それでまあ一応カバーするとなっています。でこの位置が青森県でいきますと、射撃元の自衛隊基地にこういうものを作った米軍ミサイル基地のこれを配備したドイツの、ここに巨大レーダーを配備しました。でイージス艦が配備されれば完全に、日本を守るためと称してアメリカも守れるというのはこのミサイル防衛構想の怪しいところであります。でそういう場所にですねこういう核燃施設がたまたま後からこのレーダーができたわけですけど、これを配備するということは、まあ他の国から巨大レーダーを目指して、戦争が始まるときにはレーダーは必ず壊されますから、まずそこに撃ち込む。で、失敗していくと、撃つの、中間貯蔵施設のすぐ近くにこれが飛んでいったり、もしくは原発や核燃、こちらの方に飛んでいる可能性があります。ということを考えれば、こういうミサイル防衛構想があるというものもですね、怪しげな、紙の上の安全対策というとは思えませんけど、まあ、こういう状況にもなっても決して望ましからぬ場所になっています。でだから弾道ミサイルが飛んできたら大変ですよねって話をするんですけども、それが下北半島の原子力施設に飛んできたら日本がまあ壊滅するのは間違いがないということです。だってもう一つは第一震の備え、社会的環境でいけばミサイル防衛と第一震、それから大津波、様々ありますけども、これは青森県が作った、先ほどは渡辺さんが作った資料とか見ていただきました、晩さんからですね提供された、これが青森県が作った予測図であります。ちょっと彩りは私がやったので綺麗にはできていますが、この陸奥をこの辺ですね、核燃施設のあるところに真っ赤っかになっています。それからこっちは液状化です、これも赤い、他の地域は大丈夫です。こんな状況で第一震と津波に来ると今の段階で、大体2万4000人ぐらいが亡くなる可能性があるということで安全対策をこれからするんだと、これは県が作った資料です。で、その数を出しながら原子力施設での事故の数は入っていない、つまり第一震が原発を作ったり核燃施設を送ったりは想定していないんですね。ですから今はその大震と自然津波で、民家の方々が亡くなった時だから、それに加えてこの核燃施設に大震が津波来たらどうするんだって話をしなければいけないのに、青森県庁に行って聞くと、いやそこは入っていませんという大変馬鹿不思議な避難計画を作っているわけです。でここはですね、本来であればこれは上がピンク、上がピンクと思っています。で本来はここ赤く塗るはずだったんです。赤く塗ると何があるか分からないのでこうしていますが、一番危ないところにこの核燃施設もあります。青森県で作った大地震が来たら大変な大地震の被害 地図の中で一番要点である赤いところが核燃施設を占めているという、いくまでもう終わりますすみませんということで、信じられない、ですね、それから、これが液状化です。液状化の方です。液状化ももうこんな状況ですから耐えられます。もうこんな状況です。だからもう津波と地震の津波だけでも耐えられない。
そこにいるわけです。それからあと1分で全部喋っちゃいます。日本原燃というのはまともな会社かどうかというのは、先ほど花さんから言ったように大変なことなんですけども、もっと大変なのは皆さんあまり分かってないですので、今日入っている資料に入っていますが、6カ所最初に購入の費用負担者というのは、実は皆さんが払っているこういう電気料金の上乗せした金を集めて運営しているお金なんですけども、これが、ですね、ここですね、最初にの前置き金というか入っているのは、最近、まあ、2700億円ぐらい入っています。でも最初にってまだやってないのでお金はほとんど生まれない。でそれを一貫積み立てたお金を取り崩すことによって払い続けている。で最初に料金の方で大変大きなお金が動いているので、ここに最初にの前置き金という形で書いています。これは電力会社の方が払ったお金の前置き金がどんどん減っています。減ってるっていうことは日本原燃がお金を払ってるっていうことなんですが、この会社って大きく利益が出てる会社ではないので、ここでこのお金を払うということは実はこの最処理の前受け金の中から払ってる、このお金からこのお戻ししてるわけです。つまりどういうことかっていうと、皆さんが払ってる最処理の前受け金のお金がこの電力会社に何も再処理してないのにお金を返してると。だからその原資は皆さんが払う。でこれを止めてしまうと日本原燃も電力会社も全部破綻するわけです。それを頭に入れていただければ、皆さんがそういうお金を払いませんよ。これは小泉純一郎時代にパッと決まってしまって、社民党の方は反対して民主党の人は賛成して残念ながら決まったことでありますから、皆さんここにいらっしゃる方もちょっと責任はあると思っていただきたいと思います。これが止まればですね、日本原燃はもうなくなりますということを訴えたいと思います。だから核のゴミのことについては今日配ったパンフレットに書いています。でその中でなぜ私がいろいろな電力会社ごとにしているかというと、結局一番使っているのは東京電力の方なんです。核のゴミも出しているし、それから費用も出しています。さまざまな問題あります。そこをですね、トータルで全国から出たゴミとしてまとめると簡単な話ですけども、やはり電力会社ごとに責任を持っていただきたいということを訴えておきたいと思います。それから最後に一言だけ、今福島で漁場が汚染された、これからトリチウム汚染水が流されるということで大変懸念されている場合がありますけども、アクティブ試験というのが6カ所で行われた2007年の10月の段階で、トリチウム、液体トリチウムが放出された量が 5.2×10⁴ 乗という数字で、これは2004年に全国の発電所が1年間で流した 4.2×10⁴ 乗の実に10倍、もう桁が大変高いわけです。で、そういう中で6カ所は決してトリチウム汚染に強い地域ではないので、これはですね、たまたま前の月に72トンの再処理をした時の数字であります。だから年間800トンとなるとこれが11回繰り返される。それでもなお国が決めている、最初日本原燃が出している 1.8×10⁴ 乗に比べればまだ低いと言われてますが、もう福島の汚染どころではない、そういうものをですね、上に出さなければいけない最初に行動で、これを、まあ、青森県に押し付けて、そして、核のごみはなんとか青森県に押し付けましょうという体制だけは変えていただいて、あと廃炉廃棄物についても行くところがなければ6カ所だと言われていますが、これもやはりもともと発生した場所でなんとか管理する、さまざまな問題があると思いますから、そこのところも議論をですね、積み重ねていただいて、廃炉を求める、しかしその後に残るのは核のゴミだ、それは誰が管理するのかということを、次の時代の人たちが管理するということをですね、
知っていただきたい。でさっき出した数字で大変恐縮です。いつまでこのお金を払うのか。原発ってそんなに残ってないのに2369年までもらうという話なんです。これは法律を決めたときに2369年までこのお金をもらい続ける。皆さん生きてないですか。原発は10年あと100年もたないかもしれない。このお金の費用負担だけはずっと求められますということをですね、もう明らかにしています。そのことも頭に入れていただいて、次の世代、次の世代でなくてもあと300何十年先までですね、このお金をもらうというのは国の方針だということも改めて訴えてお話ししたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。2369年だそうです。国会議員の方も次々に駆けつけていただいております。衆議院議員大阪誠理さん、挨拶のよろしくお願いします。皆さんご苦労様でございます。ご紹介いただきました、先ほどちょっと名前が出ましたけれども、民主党の衆議院議員の大阪誠理でございます。選挙区は函館であります。目の前に大間があります。そして6カ所のすぐそばであります。今函館はご案内の通り、市が国それから J パワー相手取って訴訟を起こしております。もし万が一大間で何かがあれば、函館地域に住む30万以上の人は確実にこれ避難できない、そういうところに我々は住んでいるわけです。こんなもの絶対に動かすわけにはいきません。そして函館はこの大間は津軽海峡に面している、あそこ国際海峡です。世界の船が通る、潜水艦も通る。しかも他の海と違って5キロまで外国の船が近寄れるのが大間です。こんなところにですね、世界で最も危険な発電所を作らせるわけにはいかないということで、私も活動させてもらってます。皆さんの力を合わせて頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは同じく民主党衆議院議員篠原崇さんにお願いしたいと思います。どうも皆さんこんにちは。民主党の衆議院の篠原崇でございます。私国会議員になって11年あとちょっとで12年になります。6カ所村とついた会合、私にとっては非常に思い出深い会合でございます。国会議員になって初めて、出た党の何とかという会合じゃなくて、皆さんがもう、ね、自主的にやられる会合に出たの最初は6カ所村の何とかかんとかという会合でした。その後が悲惨でした。私のところに10分、帰って10分経たないうちに某大先輩から電話がかかってきて、君は初めて国会議員になって知らないだろうけど、あんなやが来たらみんな出るっていうもんじゃないんだぞ、あんな危険な会合に出てはならないのよく覚えてる言われました。まあそんなものかなと思ってましたけど、全然その先輩の言うことを聞かずにずっと反響を立てて通してきております。これあまり知られてないことなんですけども、まあ、ここに菅さんももらえます、小川さんももらえますけど、筋金入りというかですね、密かに心密かに原発反対をずっと貫いてきたのはそんなにいないんじゃないかと思います。なぜかというと皆さんご存知だと思います、辻田敦隆という過激な兄弟が今も存亡しておりますよ。大活躍されておられました。エントロピー学会というのを作ってました。なぜかしら私の書いた、まあ、農業関係の本、あるいは過去の安全性を訴える本とは、まあ、共鳴されまして、今夜となりまして、そのエントロピー学会という学会に参加しておりましたから、今はまあ引退されて、九州に行っておられます藤田雄吾さんとか諸田武さんとか、この人たちとずっと付き合っておりました。ですから原発事故が起こった時に対策に一番最も民主党で役立ったのは私じゃなかったかと思っている。そういう人誰もしませんでしたから、そういうことになりませんでした。ただ今はですね、12年経ちましたんでそこそこ知られるようになりまして、最終処分議連というのがあるんです、超党派で。それは原発推進派も私のような大反対派も最終処分のことを考えなければいけないと。入る気はなかったんですけど、私を入れておくと主流的になるということで、推進派の皆さんからお声がかかりまして、そこの事務局長をやっております。ですから、温家の
ハンフォード、ゴアレーベン、モンテリー、ホロノベ、ミズナリと日本世界中の穴ばっかり入ってでこの次は来週9月28日に六ヶ所村にも参ります。10月6日には水波にも参ります。私は最終処分のことをきちんとしなかったら、まあ、政治家として役目を果たしたことにならないんじゃないかと、そういうつもりで活動しておりますのでよろしくお願いいたします。ということで4月に組織ネットで企画した現地視察報告を参加者の方からいただきます。報告者の皆さんから1人10分以内で報告いただきます。報告者を紹介いたします。消費者代表として生活クラブ群馬木村香織さん、グリーンコープ大阪生協藤原富子さん、生産者代表として大地を守る会から新農業研究会斉藤聡さんです。新農業研究会は青森県りんご、米、野菜を生産されています。最後に仙台原発現地からグリーンコープ鹿児島の川上由美子さんから、鹿児島現地の再稼働判断取り組みも報告を交えてお願いしたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、生活クラブ群馬、理事をやっております木村と言います。私初めて六ヶ所村どころか青森へ初めて、組合員の皆さんのお金で行かせていただきましたので、さっちゃっちゃと報告をさせていただきたいと思います。私の報告、資料集37ページから4ページにわたって、私はこれを狂言小町がタコなのでタコ漫画と自分で呼んでいるんですけど、このような形で出させていただいています。報告は、スライドでいきます。これは新幹線の車中なんですけども、堀場のラディ借りていきました。でこれ原発止めを群馬という市民団体群馬にあります。超党はオール群馬でやっている元気な団体ですけど、そこが市民測定室もやっていて、ラディを5、6台、それからスペクトロメーター1台持っています。そこから1台借りていきました。こんな感じで、だんだんこの線量が上がっていったり下がっていったり、新幹線の中でちょっとスリリングな体験をしたわけです。青森駅の、つきまして、駅前は海だっていうことを初めて知りました。でそれで高崎でも毎週金曜日の夜、首相官邸前行動に連動して脱原発やってるんですけども、青森駅前でも、毎週やってるということを伺って、大変心強く思いました。だけど青森駅、このような海から冬場は海風がガンガン吹いてきてとても寒いんだそうですけど、それでも一瞬も休まずにやっているということをお聞きして、高崎も一瞬も休まずやっております。僕に正月もやっております。めでたいと思います。でもです、で、これちょっと順番がすいません、ジラオの踊り食いを、食べさせていただきまして、青森の、ね、方がね、ここはとても豊かな土地なんだと、海の幸も畑の幸もあってとても豊かな土地で、貧乏だと思われているかもしれないけどとんでもないという話をね聞きまして、大変重い気持ちになりました。で翌日です、六ヶ所村に向かっています。国家石油備蓄基地ですね。こんな形ででっかいタンクがルイルイと並んでおります。でこちらはソーラーパネルをこれから設置するところなんですね。群馬にも、大変広大なソーラーパネルありますけれども、もうその比較じゃありませんでした。もうなんか地平線の向こうまでパネルが続くかっていうような感じの、びっくりしました。で今これ工事中ですね。デモです。そして、六ヶ所村です。六ヶ所村は家を建てると100万円のキャッシュバックがある
というお話でした。でやはり定住をしてほしいというのが村の方針なんだと思いますけれども、なかなか現年の社員さんたちは、仕事が終わると、都会へ帰ってしまってなかなか居ついてくれないという話も聞いております。いいお家がたまに建っておりました。でこれは学校給食センターですね、この給食センター、濃縮工場から一番近い、公共施設がこの給食センターである。何も考えないで作っているんでしょうか、給食センターですね。はい、で PR センターにつきました。PR センター の、 見学の時間が、ちょっと長かったものですから、こちらの報告が長くなります。これ入り口のなんかオブジェを私は走って取りに行ったんですけど、ちょっと作者これ分かりませんでした。でこのような原生林の中になんか切り開いて立っているっていう感じなんですね。黒川紀章のデザインなんだそうです。ちょっと懸大な PR センターで、6カ所 の、 花って日光キスゲなんですね。日光キスゲっていうのは、群馬で日光キスゲというと尾瀬ヶ原です。そのような湿原に、ね、生える花ですよね。それが村の花になるということは、やはり6カ所はそういう湿地帯なんじゃないのかなと思って見てきました。 PR センターの中 の、 お休みどころというかラウンジがありまして、地元の方らしき人がくつろいでおります。でこのような入り口、ホテルかなと思ったら、PR センターの綺麗なおトイレでございます。お土産コーナーです。でこれケロヨンがいると思って私はスルーしようと思ったんですけど、ふっと下を名前を見たらば、使っても使えるくんというキャラクター名なんですね。このバカバカしくふざけた名前を誰がつけたんだろうと思ったんですけども、非常にこういうのを堂々と、つけて使っても使えるくんだそうです。皆さんよく覚えておきましょう。でこのような足元に、航空写真なんかね、ちょっと偉くなったような気分で上から見下ろす感じですか。で六ヶ所村の 全容が分かります。で PR センターから確認サイクルを見ております。でこのような本当にね原野みたいなところなんですね。でこちら PR センターの中で唯一本物の裏鉱石なんですね。で他にイエローケーキとかいろんな模型はあるんですけど、これだけが本物でした。でラディ近づけるとどん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 線量上がって10いくつまで上がって、だけどちょっと離すとすぐ下がるんですけども、こんなのが展示されております。でこのいろんなところ13点いくつになってます。裏の鉱石です。でいろんなちゃんとこういう全部詳しく説明をしているつもりなんでしょうけど、案外分かりづらい展示になっております。で私が注目したのはこれです。壁一面にこのポールサーカス、つまりからくり時計あったんですね。とても立派なものです。でこれどう見ても子供さん向けなんだろうなというふうに思います。つまり家族連れで遊びに来てね、怖くないからねっていう感じなんでしょうか。外から外を風景を見るとこんな感じです。遠くの方に、そう風車も見えます。でエネルギーラボ、いろんなエネルギーがありますよと。で、六ヶ所村は何も核燃だけではなく総合エネルギー基地ですよという感じでアピールをしております。で安全性ガンガンアピールをしております。でこのよく、原子力発電の五重の壁っていうんですけども、この第一の壁というのが、ペットなんですね。それが壁になるっていうのはとても不思議です。でリサイクルこんな風にやりますよと、机上の空論を、やっております。こちらおもちゃコーナーですね。やっぱり声が出てくるんです。あとキリンさんの、身長計なんかもありました。やっぱり、ね、これ子供さん連れて遊びに来てくださいよというね、そういうところですね。でこれは、燃料集合体の模型です。結構長いんだなと思って見てきました。でこれが非常にリアルだったんですけども、核燃料を水の中に沈めてあるところの再現で、ちゃんとチェレンコフ号の再現で青に光が、照らされているわけなんですね。
じで、ちょっとでこれなんかも容器、溶液が漏洩した場合の対策ということで、どんな対策をするのかこれ見ただけで全然わかりませんで高レベル放射性の廃棄物の、これねとても問題だと思うんですけど、まあ、糸部なんかねこんな風にすれば簡単に、とても安全に、管理ができますみたいな感じで書かれております。これはそうですね、岩盤の中にとても安全にこのように収めますという、これがもうなぜかこのボックス燃料を組み立て用コーナーっていうのがありまして、手袋に手を突っ込んでこの燃料を、なんていうんですか組み立てる、これはどうしてこういうことをさせるコーナーがあるんですかね。はい、出ました。これが低レベルの放射性廃棄物を、安全にや管理しますよという、これ俵積み方式っていうんだそうですけども、おなじみ黄色いドラム缶です。でこれを見たら私たちが思い出せなくてならないのは、やはりこの低レベルというのは100ベクレル以上でしたね。で今日本の食品の基準値が100ベクレルまで食べていいということになっているということです。で私たち群馬の土を測りましても、やはり100ベクレル近い、数値が出てくるところがいっぱいあります。で、私たちの日常的な家の庭ですとか畑ですとかそういうところ、下手すると200ベクレルぐらい出てくるところも珍しくないです。でそういう中でね、本来だったらばこのように黄色いドラム缶に詰めて安全に管理しなければならない、そういう中で今私たちは暮らしているんだなという、そういうことですね。でこれあれですね、キャスクの模型です。でキャスクの輸送風景ということで、ちょっとボロボロしいんですけども、使用済み核燃料を安全に輸送するために、キャスクをこんな風に、たとえ衝突や火災にあっても放射性物質が漏れないよう頑丈に作られていますという、こちら会議室を使わせていただいて、ご飯食べてきたわけですけど、とても立派な会議室です。お金がたくさんあります。そして、私たちは、ここの、はい、六ヶ所の再処理工場の正門前から見ました。でとてもでっかい煙突がやはり目につきます。で、この正門前ずっと奥の方に左側の方に、電話ボックスがあるんですけど、この電話ボックスを使おうとすると警備員が飛んできて、ここは原燃の敷地内だから出てけというふうに言うんだそうです。はい、でこちらが六ヶ所村のショッピングセンターなんですね。で大変立派なショッピングセンターで、駐車場もとても広いです。で中にはいろんなお店が入っているんですけれども、でも今撤退するお店もぼちぼち増えてきて、そしてその撤退したところの空いたスペースに、こういうエネルギーガーデンというコーナーが設けられています。でこちら要するにこういう、核燃サイクル安全だよ、原発安全だよというアピールコーナーになっております。でなぜかショッピングセンター内に不似合いな黒服軍団がこのように徘徊しているわけです。でこのエネルギーガーデン、たくさんのパンフレットを置いてありました。もちろん放射線安全、原発安全のパンフレットなんですけど、中に問題になった小中高校生に配られた副読本、放射線副読本、それがしっかり置いてありました。全部です。これ陸奥小川原港です。これはなんか港を浚渫した土が持ってあるんだそうです。でこちら原燃に続く専用道路ですね。今ゲートががっちり閉まっております。このように物々しいこのような施設でした。
で、そして最後ちょっとホッとする菊川恵子さんの花とファームの里にお呼びしました。そしてこちらとてもね綺麗に春の花が、ね、咲いていたわけです。で、菊川さんと、最後に写真を1枚撮りたかったんですけど、菊川さんとても競争率が高くて叶いませんでした。で、その代わりと言っちゃなんですが、最後にあんまり競争率が高くなかった山田さんと一緒に写真を撮りました。はい、では以上で終わります。こんにちは、クリックオフ政権大阪の藤原と言います。今回東海村のこの視察にはクリックオフから4名の組合員が参加させていただきました。もう今とても詳しく視察の報告をしていただきましたので、私の方からは簡単にですね、感じたことを話させていただきたいと思います。私もですね、初めて東海村に今回させていただきました。青森県に行ったのも初めてです。青森には再処理工場、ということがあるということは知っていました。あと物中間貯蔵施設とか大間原発というのもそれぞれ名前は知っていたんですけれど、先ほども映像にあったようにPR センターの方でこうパネルがあって、下北半島のところにここに施設があるというのがこう見るそういうところを見て、下北半島にこんなにたくさんこういった施設があるということを今回知りました。で、青森の人々は何にも知らされずに危険をしつけられているということも聞いて、もうひどいというふうに思いましたし、私たちもその現状を考えなければいけないなというふうに思いました。再処理工場が、原発より危険であるということは聞いたことがあったんですけれど、MOX 燃料を通常の原発で燃やすのは石油ストーブにガソリンを入れて燃やすのと同じように危険ということを聞いて、とても恐ろしくなりました。また、高レベル廃棄物は半減期が2万4000年もかかり、24万年も管理しなければいけないということで、考えられないほどの先の未来に、付けを負わせます。原発も再処理工場も絶対に稼働させてはいけないと強く思いました。実際にですね、現地にいてお話を聞いていると、いつ大きな地震や自然災害が起こるかわからない中で、本当にここで何か起こったらどうすればよいんだろうというふうにすごく不安になりました。私がそこにいてそう思うんですから、県内にこのような施設がある青森の方々というのはもっと不安であるのは当然だというふうにも思いました。残念ながら仙台原発が再稼働されてしまい本当に悔しいんですけれど、まず仙台原発がこう止めていけるように、そして全ての原発をなくしていけるように、もっともっと市民がつながって大きな声にしていきたいというふうに思います。先ほども電力の自由化で、再処理工場を破産にできるというお話がありましたが、グリーンコープでは電気の自由化に向けてグリーンコープの発電所を地域にたくさん作っていこうと現在取り組んでいます。組合員から出資を募り、一般社団法人グリーン市民電力を立ち上げ、2013年9月に福岡県糸島市に第1号の市民発電所を設置しました。また兵庫、山口、佐賀、大分、熊本、宮崎の各県でも建設に向けて準備を進めています。私たち市民の多くが少しでも早く再生可能な自然エネルギーによる電気を選んで使っていけるようにしっかり進めていきたいというふうに思っています。最後に集会の中で印象に残った言葉があります。不特定多数ではなく特定多数の人とつながっていく、まずは同じ思いの人たちとたくさんつながり脱原発社会を目指していきたいと思います。ありがとうございました。新農業研究会呼びかけ団体の第5問会というところに、農産物を出している生産者団体です。青森県ということで、りんごがメインなんですけれども、米、野菜などもやっています。会はですね、大体、今から40年ぐらい前から、やっていて、まだ有機農業というところがないようなところから、当時いろんな問題があったようですけど、これ集合の、おととしの集合写真ですけれども、うちの厚生農家の写真ですか。
後ろにある木はリンゴの綱なんです。大体リンゴの奥町の世帯、リンゴの奥町の世帯、野菜の奥町の世帯、無農薬をやっておりますけれども、リンゴは高所で観光栽培半分ぐらいまで、農薬を使って、栽培しています。今言った、いいですか、写真の方いいです。ちゃちゃっと流してもらえれば。これはあれですね、5月にリンゴの花が咲くんですけれども、摘果作業です。これは一つですね、リンゴの花っていうのはですね、って話してみたっけ。いっぱい咲くんですね。で、その、こうなんていうんですか、手みたいにこう5つ咲くんです。で、その真ん中の花だけを残して周りを取るんですけれども、それを薬を使ってやるところもありますけれども、手作業でやっています。これもぜひやろう。これも男子なんですけれども、私ども生産者の、外川義晴さんというんですけれども、青森県で個人の目で1位を取りました。青森県で1位ということは日本で1位だということで、リンゴの生産者ってやってます。長野の人は怒るかもしれませんけど、そういうふうに言っておりました。観光栽培の人全部含めての1位ですから。これは人参の畑ですね。深浦町の人参の畑なんです。この辺にある小さい点が見えるでしょうかね。70何歳のおばあさんがこの2ヘクタールぐらい人参の畑の草取りを一人でやっています。高齢化をしております。で、幸いにですね、この写真見ていただければ分かりますけれども、後継者に恵まれていて、いろんな農業団体が後継者不足ではなくなっていく、大地方の会でもそうですけれども、そういう現状もあるようですけれども、私どもは幸いに後継者に恵まれていて、こういう状態で、2代目の世代が30代中心に出しています。で、今日来たのは別にその農業団体の説明は話をしに来たわけではなくてですね、原発の話なんですけれども、会が発足した、まだ今は新農業研究会というふうに名乗っております。35年ぐらい名乗っていると思いますけど、40数年前からその、既存の農業に疑問を持った、当時若い人たちも、集合写真ではもう真っ白になってますけれども、当時若い人たちが集まって、自分たちでその新しい農業を作っていくんだという気概に燃えてですね、新農業研究会というふうにつけて、農薬とか化学肥料に頼らないような農業を目指して試行錯誤してやってきて、そういう姿勢が子どもたちに評価されたんだと思うんですけれども、そのちゃんと後継者についてやっているという健全な団体だったんです。で、その、40年前、自分たちの会、まだ会としてもちゃんと動いてないと、なんて言いますかね、そういう意欲を持った、そういう農業者が集まっていた時期に起こったのが、さっき原子力性物質の放射能漏れ事故ですね。大体40年ぐらい前だと思うんですけど、それがかなりの衝撃だったようです。で、その頃からですね、農業者なりに、原子力利用というのは何だろうということをこう、農業の情報も集めたりいろいろ試行錯誤してたんですけど、その傍らというか、原子力発電、原子力線について情報を集めて、自分たちで考えて、やっぱりこれは何て言えばいいんでしょうかね、今でもそういうことを言う人が一人いたんですけども、60後半の農業者ですけど、あれはアメリカの陰謀だっていうのがですね、いう人が一人いますけども、会としてそういうことをやったわけではないんですけれども、そのなんか嘘を隠されて、その原子力の平和利用とかっていう言葉に、当時アメリカはその核爆弾を爆発させてですね、世界的にその、避難、まさに大量破壊兵器なんです。そういうところをうまくかわそうとして平和利用とかって言ってるような嘘があるんじゃないかというようなことも含めて、その、これを進めていったら日本もその、ゴミの問題、放射能の問題とかですね、大変なことになるんじゃないかという危機意識を持って、その頃から会として原子力発電、原子力利用、核燃料開発、すべて全部反対という、さっき山田さんが言った津軽農業者が盛り上がったその中に入っていた人たちですね、
でやってきた。で、まあ、今回私がその第一に第一青森会に来て話をするというふうに言われて、あの行ってこようと思うんだけどという話をしたら、やっぱりその第一世代の今60代後半から70代ぐらいの人たちが、あの行ってちゃんと話をしてこいという、今日はその、ですね、一番最初にあの話を、富山さんぐらいの勢いでですね、行って話してこいみたいな感じでこう送り出されてやってまいりました。皆さんと一緒になんとか食べたいと思っておりますので、よろしくお願いします。グリーンコーン鹿児島生協の、命と暮らしの委員会の組合事務局をしております、チクと申します。よろしくお願いいたします。命と暮らしの委員会はあのグリーンコープの運動面を担っている委員会です。その中でも仙台原発のことは毎年学習会や講演会、映画上映会などを行って脱原発を訴えています。恐れていた原発事故が東京電力で起きて、原発の安全神話というものは崩れました。しかし4年半を過ぎた現在も福島の被害の実態は明らかになっていません。鹿児島でもですね、国と九州電力を相手に原発の危険性、不合理性を主張して、原子力発電所の永久の運転差し止めを請求してきました。2000人を超す原告で訴訟を起こし、仙台原発1号機2号機の解消分について4月22日に判決の日が来ました。皆さんもご存知の通り、鹿児島地裁は仙台原発差し止め解消分不当決定を下しました。この決定は人権の取り柄として国民の人格権を守るという裁判所の責任を放棄しているものであり、またこの判決は東京電力の原発事故を全く直視していません。鹿児島県は破局的噴火を起こしたカルデラが数多く存在する地域です。つい先日まで桜島が噴火警戒レベル4まで上がり、爆発的噴火の危険性が高まりました。まあ、今回は幸いにも爆発的噴火には至りませんでしたが、屋久島の隣の口永良部もまだ噴火警戒レベル5のままで、常に危険性と隣り合わせの状態です。さよなら原発、鹿児島パレードとか全国集会と題して、ストップ再稼働 3.11 鹿児島集会実行委員会と一緒に鹿児島市の繁華街にある天文館公園で集会をし、パレードを行いました。グリーンコープの生産者でもある合鴨米生産者は、多くのトラクターを走らせ、原発はいらないと訴えました。1月25日の集会には約8000人で、3月15日には約2000人が集まりました。私たちも原発じゃない電気をのオリジナルの横断幕を持ち、一緒にパレードを行いました。イラストからお分かりだと思うんですけれども、一箇所で多くの発電をする原発ではなく、太陽光、太陽熱、風力、地熱、水力、バイオマス、いろんなものから少しずつ小さな単位で発電をすること、つまり地域の特色を生かした再生可能エネルギーに移行することが大切であると訴えて表しています。クリンコープ鹿児島生協の、副理事長をしています川上と申します。私の方からは仙台の市民の皆さんの声というのをまずお届けしたいと思います。仙台市に住む子育て中の40代前半 の主婦の方につい最近、聞いた意見なんですけれども、仙台原発があるおかげで生活ができる人がいる、とてもありがたい企業であるというふうに親に教えられて育ち、何の疑問も不安も持っていませんでした。反対している人がいることすら知りませんでした。しかし東日本大震災の福島の様子を見て、大変に危険なものだったと知りました。そしてほとんど原発なしの生活を5年近くもしているのに、停電になってないなのに再稼働しよう
これはどういうことなんだろうか。だん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 不信感が募ってきました。世帯あたり年間たった6000円の交付金でどれだけ自分たちが危険にさらされているのかということを知り、本当に原発はない方がいいっていうふうに思うようになったというふうにおっしゃいました。同じように真実に気づいた市民がたくさんいます。しかし8月再稼働に反対の市民が6割近くに達していたにもかかわらず再稼働に踏み切りました。直後黒煙が上がった、腹水器の再管に穴が開いて海水が混じった、冷却水循環ポンプの軸に振動計に異常が起きているということが分かりましたが、何の説明もありません。それを不安に思う市民が毎日ゲート前に集合して、抗議活動を行っていますけれども、これに対してもどこからも何の返答も何の解説もないのが今の状況です。8月末の台風25号の影響で仙台市の一部が3日間停電が続くということが起きました。この時も市からも宮殿からも、住民には何の説明もなかったそうです。それで、きっと原発で事故が起きても同じように何の説明もないんだろうなっていうふうに市民はとても心配をしています。このようなことで、避難計画とかもありますけれども、避難計画を信じている市民は誰もおりません。で特に原発近くはとても高齢化の進んだ過疎地域ですので、お年寄りの方たちはもうすでに自分たちは見捨てられた存在であるというふうに思っていらっしゃいます。本当に許されないことだと思います。また私たちが再稼働に反対したり、それからストップ戦争法の活動をしたり、忙しくしている間にですね、実は とんでもないことも起きていて、鹿児島には最終処分場として狙われている南大隅市っていう地域があるんですけれども、こちらはですね、また本当に仙台以上に過疎の進んだところで、おじいさんすらいません。おばあさんだけです。おじいさんは死に絶えてしまって、おばあさん死にないんです。だから反対する人がね、本当にいない場所なんですけれども、ここは処分場として狙われてましたが、いろんなことがあってあんまり表に出てこなくなったんですね。そしたらですね、なんと辺野古基地を作るための埋め立てのための採掘をそこからしようっていうことが進んでいるんだそうです。で結局採掘すると穴は開きますので、そこをまた処分場にしようと狙ってるんだと思います。本当に許されないことが水面下で起きています。なんかもう体が震えるっていうのはこのことかなっていうぐらい怒りが込み上げてきます。なので私たちは、大きな目的である脱原発っていうことを目指してですね、まずは1号機2号機の廃炉、そして3号機を作らせないということをですね、ちっちゃなですね、意見の相違だったりとか見解の相違はありますけれども、いろんな、方たちと手を取り合って脱原発を目指して今後も活動していきたいと思っております。以上です。私も大変思い出を聞いておりました。では特別報告として、福島原発事故の放射能が家族を守るため、郡山市から静岡県富士宮市に自主避難された長谷川かすみさんから特別報告をいただきます。私たちソシネット参加団体の多くが原発事故被害者の救済を求める全国集会、全国運動に参加し、避難の権利と診察や雇用、医療支援、そして自主避難者の住宅支援などを求めてきました。しかし8月25日政府は避難する状況にない、甲状腺がんは原発事故影響とは考えにくい、そして2017年3月をもって自主避難者の住宅支援の打ち切りを決定してしまいました。原発事故被害者が切り捨てられるのです。長谷川かすみさんから特別報告をいただき、避難者が置かれている状況を共有していきたいと思います。よろしくお願いします。私は福島原発事故後5ヶ月が経った平成23年8月に福島県郡山市から家族3人で自主的に静岡県富士宮市に避難をした長谷川克美と申します。
避難をした当時は妊娠中の妻と5歳の長男の3人家族でしたが、翌年に長女が生まれ、現在は家族4人で避難先の静岡県で生活をしております。私は現在、子ども脱被爆裁判という原発事故における政府と福島県行政の無作為を問う裁判に9歳になった長男とともに原告として参加しております。私たち家族がこの裁判の原告になった理由は、一言で申せば、このままこの理不尽に屈するわけにはいかないという思いからであります。原発事故から4年余りの間、日本政府、福島県行政が行ってきた対応の数々は、私にとっては理不尽の連続でありました。原発事故直後、多くの諸外国が原発から80キロ圏内の住民に避難指示を出したのに、なぜ日本政府は30キロ圏内に留めたのか、なぜ日本政府は原発事故から間もなくして法律に定めていた国民の追加被爆線量年間1ミリシーベルトの敷地を20倍に引き上げたのか、なぜ日本政府は予防原則に基づき子どもや妊婦は放射線量の低い地域へ避難させるとの処置を取ってくれなかったのか、なぜ日本政府は今も事故前よりも明らかに高い放射線量の地域に帰還を促すのか、その他にも数々のなぜが私の頭の中を巡ります。振り返れば、私がまだ福島に在住していた頃、ネット通販で手に入れたガイガーカウンターを片手に、福島県内、県外の至る所の放射線量を昼も夜も、夜もなく妻と共に測ってまいりました。妻の妊娠が分かってからは一人で出かけ、帰ってから結果を報告するようになりました。夜を徹して何度も何度も話し合いました。そして一つの決断にたどり着きました。もうこの国の政府、福島県行政を信じない、自分の子供は自分たちで守るという決断でした。守ってくれるはずだと疑いもしなかった国に、ふるさとの行政に諦めをつけるのは辛い決断でした。今までこの国に生きること、この地に生きることを真剣に考えてこなかった報いだと思いました。子供に申し訳ないと思いました。しかしそう決断してからは、黙々とこの地を離れる準備に取り掛かりました。創業から長年取締役として勤め上げた愛着深い会社を退職する準備、親御さんたちと力を合わせて除染活動をするはずだった子どもの幼稚園の PTA 会長の辞任、親しい知人や親戚へこの地を離れることの告知、政府や福島県行政がキャンペーン運動のように復興を歌い始め、その機運が盛り上がりつつある中でしたので、時には周囲の人には怪訝な顔で見られたり、後ろ指を刺されていることも承知でした。しかしこの子は自分たちで守る、そう決めればなんてことのないことでした。ただ返す返す悔しいことは、本当はこの地に暮らす子供や妊婦だけでも一時避難をするべきなのではないか、それは政府が行うべきことなのではないか、本来私たちが後ろ指を刺されるべきことではないのではないかということでした。そして原発事故からちょうど5ヶ月が経った平成23年8月11日の朝、私たち家族はふるさと郡山を後にしました。本当は前の日の夜に出るはずだったのですが、辺りが暗くなる中で出かけるのは夜逃げみたいで悔しいと思い直し、翌朝にしました。我が家から100メ
メートルほどのところにあった妻の実家に立ち寄り、最後の別れを告げ、いよいよ車を動かし始めたとき、当時まだ5歳の長男が、ばあばさよなら、じいじさよなら、さよなら、さよなら、さよならと何度も何度も叫び声を上げました。その時私は、このままでは絶対に終わらせない、この理不尽に必ずけじめをつけてみせるとの思いを改めて心に刻みました。もちろんこのとてつもない大事故には私などでは知り得ないこと、そうするしか方法のなかったこと、いろんな事実があったのだろうとは推察いたします。しかしながら、日本政府が、福島県行政がこの4年半をかけて行ってきたことは、私たちに対してまるで被爆などなかった、原発事故はコントロールされているかと錯覚させるような所業であります。このことに対して改めてここで強く申し上げたいことがあります。それはこの被爆を、この原発事故をなかったことにしたいのは本当は私たちの方だということです。4年前の3月12日以降、子どもたちの頭上に大量の放射能が降り注いだことをなかったことにしたい、自分の判断が悪かったことで我が子に大量の被爆をさせてしまったことをなかったことにしたい、住み慣れた愛すべきふるさとが放射性物質で汚されたことをなかったことにしたい、この先子どもたちに健康被害が発生するかもしれないだとなどという未来など訪れるはずもない、そうこの原発事故をなかったことにしたいのは私たち市民であり、母親であり、父親であります。しかし過ぎ去った過去を変えられるはずもないのであれば、この現実に目を背けずに直視し、真実を明らかにし、今からでも行える最善の処置を施していくことが、子供の親としてこの時代に生きる大人として私にできるせめてもの罪滅ぼしであり、責任であると考えています。声を上げれば波風が立つ、このこともこの4年間で十分に承知のことであります。ただそれでもやらなければならないことがあると思っております。話は変わりますが、今年の8月10日、復興庁は原発事故子ども被災者支援法の基本方針改定案を公表しました。改定案の最大の特徴は、放射線は発災時に比べ大幅に低減し、避難する状況にないとの文言が盛り込まれたことでした。その日の記者会見において、竹下復興大臣は記者からの、すべての立場の人の自己決定の権利を守るという法の趣旨に反するのではないかとの質問に対して、基本的なことは福島に決めていただいて、我々が支援していく構図になっています、住宅避難の時期については基本的には帰っていただきたいと、これは福島の強い思いでありまして、それを期日を示すことで促進していきたいとの思いがありますと説明し、また自主避難も強制避難も同じく原則として帰っていただきたい、帰らない人には帰らない人への対応を考えるというのが福島県の立場ですと強調しておりました。この対応を聞き、一見まともだと思った方、このすり替えの理論に騙されてはなりません。竹下復興大臣が記者会見で示した福島というのは福島県行政のことであります。福島県民のことでも、ましてや福島からの避難者のことでもありません。彼らがこの4年半の間、誠意を持って民意を汲み取ろうとしたことなど
ほぼなかったことは、市民運動に関わってこられた方ならば周知の事実です。そもそも復興庁がお伺いを立てるかのごとく扱う福島県行政は、この原発事故においては加害者の側面が強い立場であるはずです。政府も福島県行政も原発事故の加害者でありながら、巧みにすり替えて被災者に寄り添うがごとく談合を重ねた挙句、国家の繁栄のためにはオリンピックまでに避難者をゼロにして原発事故を収束させるのが至上命令とのもと、満を持して発した言葉は、あなたたちいい加減物乞いみたいに人にすがって生きるのはよしましょう、自立しなさい、見苦しいですよ、他の人の迷惑だと思わないんですか、こんな意味合いの言葉でした。こんなことを平気で言えるのが、原発の利益に魂を奪われ、死んだ先のことなんかどうでもよいさと白を切れるようになってしまった輩の本性であることを、皆さんお互いよく肝に銘じてまいりましょう。ちなみに私たち原発事故避難者も今改めての必要性を感じて、有志とともに全国的な避難者の会の結成を目指しております。最後になりましたが、およそ2年半前になりますが、原発事故から2年半が経った頃、我が子がまだ長男7歳、長女1歳の時に、子供と遊ぶ中で作った詩を拝読させていただき、私の話を終わらせていただきます。詩の題名は発展と申します。昼下がり、傍らで息子と娘が戯れる。ああ、ああ、ああと笑いながら近寄る妹をあやすお兄ちゃん。お兄ちゃんのことが大好きなんだよね、誇らしそうにお兄ちゃん。放射能はこの子たちの体をもう動かし始めているのだろうか、体の中に入ってしまったのだろうか、全部もらってあげる方法はないのだろうか。見知らぬ大人たちはこの子たちを置き去りにどんな発展を目指しているのだろうか。お父さんとお母さんがずっと守ってあげるからね、先に死んでしまってもずっとずっと守ってあげるからね。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでは参加者の皆様から質問を、ピースサイクルという団体で、今年夏に原燃と六ヶ所村と、県庁に申し入れに行ったんですけれども、その際日本原燃がガラス固化はもうこの5月の段階で完成していると、で、そのガラス固化のなんていうかな、錆の問題を聞いたら、錆の問題はすでに最初から想定内にあったと。で、その想定内にあったことだから今さらその錆を除去しようとは思わない、 しなくても大丈夫だと。それで、もともとなくても大いいものをつけていたんだというような回答をしたんですけれども、いかがなものなんでしょうか。どちらのワンさんがよろしいですか、山田さんがよろしいですか。山田さんだそうです。よろしくお願いします。はい、はい、5月の完成というのはですね、ちょっと後で調べてみました。これは実は彼らが PR 課の女性にガラス化は5月に完成しているという話を聞いたところから調べてみたら、
5月の社長会見で、今のガラス固化体ではなくて次のガラス固化体ですね、次期のガラス固化体、寿命は5年ですから、その後のガラス固化体についてモックアップ試験をやってみて、まあ、完成度目のがついているという言い方をしたのに、まあ、女性が完成しているということを言ってしまったのが一つの問題で、実はその今ある1号機のガラス固化体に2つあるんですけど、これあと3年4年それぞれ使うということで、次の号機の方の話をしています。で、1号機2号機についても今まで止まっていたので、実際動き出してまたすぐ止まる可能性を私たちは懸念しています。あとサビの問題ですが、これは、ガラス固化体による貯蔵施設、海外のですね、貯蔵施設で、国産のガラス固化体の貯蔵施設は大変大きくてですね、8000体ぐらいの入る施設ですが、海外返還分は1240本が2系列あります。このうちの、ガラス固化体の施設を作るときに1義名の鉄筋が入っていた。これがかなり大きな鉄筋だそうでありまして、いくつか入れていたんですが、据え付けするときにそのままにしていた。撤去すればよかったんですけど、それでサビが最近生じてきて、で、まあ、彼らには問題がないです、想定内ですと言ったそうですが、今これ規制委員会から申請されて来年の9月までに最終報告書を出しなさいとなっていたので、おそらくは想定内でもなかったし問題がないというわけではなくて、規制委員会から厳しく指摘をされていて、これから原因究明がされるものだと思います。以上です。ありがとうございます。で、ここにですね、今海外のイギリスから帰ってくるんですが、まだ余裕がある、今入っているものにガラス、サビの見えているところがあって、そこはガラス固化体を抜き出して、今入っている段階で人間が近づけないんだけど、ガラス固化体を抜き出していくとあっという間に、大変放射能が少なくなるので、その下まで人間が入れるというふうに嘘吹いていまして、果たして本当なのか、誰が入るのか、社長が入るわけじゃないかというふうに私は思って、そういう危険な場所にですね、またイギリスのものが入ってきて、なんか余裕があるか入れられるというんですけど、私たちはもう抜く作業も時間が経つとだいぶ危険なことが伴うので、まあ、こういうことができると言っていること自体は大変嘘っぽいなというふうに思っています。ありがとうございます。最後になります。で、今回国会に秘書の方も取られております。日本共産党参議院議員倉林明子さん、沖縄選出参議院議員糸数恵子さん、民主党衆議院議員横道貴博さん、お三人の秘書の方もずっとここにおられております。ありがとうございます。そして前参議院議員大川真子さんも来られております。ありがとうございます。これで本日のプログラムは全て終了しました。今日のこちらの参加人数は161名になります。ありがとうございます。引き続き原発再稼働に反対し、原発ゼロ社会を目指す、6カ所再処理工場稼働反対、原発事故被害者の切り捨てを許さない取り組みをみんなで進めていきましょう。また 9.23 代々木集会では阻止ネット呼びかけ団体も参加します。統一して渋谷方面のパレードを行います。共に歩きましょう。今日講師の皆さんですけれども、すでに国会前の集会にすぐに行かれたところにおります。で、今現在横浜の方では、新横浜の方ではやはりもうすごい密になっております。ぜひ皆さんもこの後そのまま目の前ですので、国会の方の集会の方に全員が参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はどうもお疲れ様です。